ちは。今日はコンビニで見つけた新しいお菓子を紹介します。チロルのレーズンサンド味です。3月の初めぐらいに出た新商品のようです。こんな感じです。見た目かわいいです。紫色のパッケージ、ぶどうの色をイメージしてるんですね。こう水玉でかわいらしい。当ててみます。お、これはレーズンが入ってますね。こんな、かわいらしい。見て、時計の模様が入ってます。チョコレートとしては、上がこれホワイトチョコなのかな。で、下がこれ、見て、茶色々してる。これが、その、言ってみればレーズンサンドの、この、なんだろう、ここの、ね、クッキーの部分かな。このクッキーの部分をイメージしてるのかな。白い部分はレーズンサンドだからバターかな。バター味だと思います。どんな感じかちょっと断面切ってみましょう。あれ、はい、こんなのです。お、あ、真ん中にほらビスケット入ってました。こんなのです。こんなの、この裏の、この黒いの、これがレーズンですね。食べてみます。あのね、レーズンバターの味がします。うん。レーズンバターの味のホワイトチョコにビスケットが入ってるから、レーズンサンドを再現してるって感じかな。うん。あの、これは、あの、ホワイトチョコが好きな人じゃないとちょっと難しい味かな。結構甘いです、うん、私はホワイトチョコもそのフルーツが入ったチョコレートも好きなんで、これ美味しいです、ね、ただホワイトチョコ嫌いとか、ブドウね、ブドウ嫌な人はレーズンサンド買わないかな、まあ、ホワイトチョコがあんまり好きじゃない人にはちょっと甘すぎるかな、うん、でも美味しいです。おやつにどうぞ。以上、レーズンサンドでした。